だだ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 。どうも、カラポテです。いつもご視聴、おー、ちゃちゃちゃ、ポシ。いつもご視聴、ありがとうございます。ほら、いました、早速、玉虫。危ない。おっと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 。え？あ、来た。よし。ちょっと待ってね。ちっちゃいな、ちょっとこれ。あ、ハチじゃなかった、玉虫だった。あいつでけえぞ。ちょ、鍵置いとくわ。ということで、もうついて2匹。あ、おっと。こっち来るか。あ、飛んだ。まあ、いっか。まだ取れるでしょう。あー、出てきた。よし。結構すぐ飛びますからね、タマムシ。わー、綺麗。ということで、今回はですね、このタマムシを狙いに来ました。まあ、狙いに来た理由としてですね、あれ。ペイペイとか、電子マネーのポイントパチンコで使える日を楽しみにしています。今日もよろしくお願いしますよっしゃ、これで3匹目。ほら、タマムシ集まってきました。っていうのもですね、皆さん、タマムシの取り方って皆さん知ってます？はい、そうですよね、僕も知らないです。というわけでですね、こういう感じで、危ない、鼻水出てきたけど、ちょっと虫かごこっちに変えますわ。見やすいっすね、そっちの方が。あ、飛ぶ。あかん。あ、危ない。タマムシすぐ飛ぶ。綺麗ですね、でもね、タマムシね。ちょっと虫かご入れ替えますわ。もうこの短時間で5匹取れた。あ、またおった。ほら。おい。まあ全部後で最後逃がしますからね。いいなぁ、タマムシ。綺麗やなぁ。綺麗ですね。あ、ちょっとボコボコしてるけど。虫かご綺麗にしてよかったです。もうすでにこんだけ取れました。よし。というわけでですね、今日は、タマムシを取って、そう、最近負け込んでますよね。皆さんも分かっていただいていると思います。タマムシ取って、タマムシ大量に取ったらパチンコ、勝てん乗っちゃうっていう企画です。あ落ちた。ちょっと、タマムシさん。で、動画的には、タマムシをまず、撮る動画と、で、その後、今日なんですけど、まだ今が10時半ぐらいなんですよ。なんで、昼からパチンコに行く動画と2つに分けて撮ろうと思ってます。まあ、もうちょっと撮っていこうと思いますので、お願いします。さあ、タマムシいっぱい撮って今日はパチンコで勝つぞ。タマムシって、産卵する時期って、7月の末から8月ぐらい、え、何これ？カエル？これ。あ、ちゃうわ。8月にかけて、少量バッターのオスやな、これ。よし。少量バッターもようけいますね。もう、こんな大きさになってくると、まだ7月末ですけど、もうぼっちぼっち大きなカマキリ出てきそうですね。まあ、まだか。あと1ヶ月ぐらいか。ありがとう。さあ、タマムシ何匹取れるかな？まあ、1時間ぐらい目処に考えてます。まあこういう山の横のこういう石垣おりそうですよね、生き物。まあちょっとタマムシの場所あるの休ませといて、絶対にこういうところいますからね、探していこうと思います。ああ、よいよ、よいしょ。まだついて30分もしてないぐらいなんですけど、もうめっちゃ溜まりましたね。もういいかな。もういいっすね。1,2,3,4,5,6,7匹。え？ 1,2,3,4,5,6,7匹おる。
やべえ、ラッキーセブンになりました、タマムシ。あ、企画変えようかな。企画っていうかタイトル、タマムシ7匹取ったら7揃うんじゃん。あ、またおった、タマムシおったわ。ちょっと待って、ちょっとろったろ。こいつじゃなかったっけな、多分さっき飛んどったん。これで8匹目です。いや、いいじゃないですか、末広がりで。あ、タマムシの糞か、これ。こんな糞すんねや。ちょっとサムネを撮らなあかんすね、もう。あ、あかん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 、ちょっとやめて。うわー、サムネ。あ、いいわ、最後にサムネ、最後の、最後、最後に撮る。これがタマムシでーす。タマムシね、すぐ飛ぶんですけど、結構飛ぶ高さも高くって、クワガタってちょっと羽広げてから飛ぶまで時間かかるじゃないですか。意外に早いんですよ。え、なんかバックしとんねんけど。こんなバックできんの？タマムシ結構ね、羽広げてから飛ぶまでの時間が早くって、なんで危ないんですよね。かっこいいですよね、顔もね。意外に。かっこいい。タマムシかっこいいですよ。結構飼われてる方見えるんですよね、タマムシってね。知らんけど。こんだけ金色のピカピカしたやつ、こんだけ陽気取ったら、今日は1万発どころか5万発も夢じゃないんちゃうんかな。ほら、あ、5万発も夢じゃないと思うんで、まあ、そろそろバイバイシャワーをしようと思います。何匹取ったんやろ ?4、5、6、7、8。8ですね。タマムシって、あ、飛んできた飛んできた。もう1匹飛んできました。喋ってたら。よし。よし、よし、よし、よし。9匹取れましたね。これ左側オスで右がメスと今思ってます。あ、どっちもメスっすね、これ。来た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 。10匹目っちゃいます？あ、ちょっと待って、ちょっと待って。うわ、早飛ぶまで。ああ、あんなとこ止まった。取れました。もう一匹上におるんですよね。あれ？止まってました。タマムシです。全部で今11取りました。タマムシってここ結構カチ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 挟むんですよ。見ます？これ。ここ。おぉ、飛んでる飛んでる。あれあれあれ。すぐ飛ぶんですけど、ちょっと飛びにくいそうなんで、こっちの上にしましょう。あれ。飛ばない。あ、飛んでた。飛んでいきました。それではですね、バイバイシャワーの時間がやってまいりました。今回は虫かごをひっくり返すんじゃなくって、このまま蓋を開けてみようと思います。それでは虫かご出しますね。ありがとうね。一斉に多分飛び立つ。あ、よし、ありがとう。あ、飛んでた。ありがとう。いや、飛ぶの。あれ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 。ああ、ありがとう。ありがとう。バイバイ。あれ？最後まで残っとる。触らせてもらって、これで、勝とうと思います。ありがとう。ありがとう。飛ばんかな？ああ、飛んでた。ありがとう。ご視聴ありがとうございました。
時刻が11時半ぐらい、12時前ぐらいなんで、今からシャワーだけ浴びて勝負行こうと思います。パチンコの動画は別の動画にしますので、今回はタマムシをたくさん取りました。1時間も経たんうちに十何匹取れましたので、この辺でさよならさよならさよなら。 OK、 さあパチンコ行こう。でっかいぞあの鳥、トンビやなあれ、でっか。トンビの飛び方いいな。よし、パチンコ行くぜ。